六甲しだれ、枝葉を内側から見る、建物中心部から見上げる六甲しだれは、神戸市長区六甲山五海山にある展望台。六甲ガーデンテラス内にある。2010年7月にオープンした、自然体感展望台と名打たれた有料の展望所。海抜約900メートル。1957年開業の重国展望台が2002年に、老朽化したために閉鎖になった跡地に、 経営する阪神電鉄系の阪神総合レジャーにより建設された。総工費は約2億円。神戸市街のほか、明石海峡、大阪湾、大阪平野、関西空港までが望める。設計は犬島アートプロジェクト、清錬所などでも知られる3分1広し。山の上に立つ1本の大きな木がコンセプト。コンペティションで最優秀賞受賞し、 採用された。作品は、しだれをイメージし、末広がりの円筒状のヒノキの板張り建築を六角形を、基本としたヒノキの枠により構成される、葉脈状の網目のドームが覆い尽くす、独自の形状で、ほとんど電力を使わず、太陽光、風力などの自然エネルギーを活用されている。ヒノキの枠には陶器に樹氷が張り付くよう考慮され、 枠の内部から空を見上げると木漏れ日に包まれるような感覚をもたらすように意図されている。螺旋状のバリアフリーのスロープが建物外部および内部に至るまで張り巡らされ角度を変えながら周囲の景観を俯瞰できる構造となっている。建物内部にはガラス越しに海が俯瞰できるスペースや長方形に切り取られたフレームから庭が眺められるコーナー。 さらに薄暗い建物中心部内部からは、煙突の内部から見上げるように、頭上にぽっかりと円形に切り取られた空が覗く。内部の氷室には陶器に氷が蓄えられ、夏季には空調を利用せずして吹き抜ける風により、涼しさを体感できるよう工夫されている。ありがとうございます。